それでは大変お待たせいたしました。小池百合子候補者本人から皆様へのお訴えをさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いや本当にこの梅雨の合間の本日この木沢千住駅頭をお借りいたしまして、知事選の土曜日あと2回ありますけれども、これを含めて2回ですけれども、この場で北千住の駅等をお借りしての演説させていただきます。誠にありがとうございます。暑いところお集まりいただいている、足を止めていただいている皆さん、誠にありがとうございます。小池百合子でございます。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。今近藤弥生区長から本当に私を心からご推薦いただくお言葉頂戴いたしました。ありがとうございます。どうぞお大事になさっていただきたいと思います。近藤区長とはですね、いざといった時いつも連携をして物事を進めております。2019年の19号台風の時でしたか、お電話をいただきました。都立の高校の鍵はどこにあるんでしょうか。それは台風が予想以上に激しく猛威を振るっている中で、避難所として都立高校を開けてほしいんだ、区民の皆さんを守るために避難所として都立の高校を開けてください、このようなお電話、悲痛なお電話をいただきました。早速動きました。そして都立高校というその場所をですね、有効にご活用いただく。そしてまた今お話ありましたように、インフルエンザのワクチンの話、これもですね、近藤区長と私との間のホットラインを生かして区民の命と健康を守る、このことを進めてきた成果の一つでございます。この北千住駅、昔は千住の宿場のあったところでございます。日光街道の中で宿場の役目を果たしていた。そして令和の今日、舎人ライナーが走り、またつくばエクスプレスが通っていく、とても交通の便利がいいところとしてまた人気を集めております。そしてまた交通だけではありません。大学も区内に6つもできているということで、学びの地としても今大変人気になっているところでございます。これも近藤区長と、そしてまた東京都、国と連携しながら進めてきた。だから今まさにこの街づくりは着々と区民に便利な、都民に便利な、安心安全な街づくりが進んでいるということ、私はこのこと、これからも近藤区長と一緒にこの足立区の住民の皆さん、区民の皆さん、都民のため、都民と共に進めていきたい。だからこそ今回3期目に挑戦をしているところでございます。皆さんどうぞよろしくお願いを申し上げます。2期8年の間、私この東京都政をお預かりいたしまして、そして最初の1期目行財政改革を進めました。そしてまた情報公開をしっかりと進め、見える化を進めてまいりました。2期目におきましては、人の命を守る、そのためにコロナの真っ只中で一人でも多くの命を守ることに徹底をいたしてまいりました。そしてその結果といたしまして、この世界中の中の大都市、先進国の中でも下から2番目の100万人あたりの亡くなる方に抑えることができた。皆様方のご協力を得たからでございますけれども、私はこの点、1400万人の人口を抱え、そして毎日300万人が行ったり来たりするこの大都市東京におきまして、コロナとの戦い、皆さんと共に進めてきた安心安全な都市東京を確保するために、
必死で全身全霊で努めてきたところでございます。皆様のご協力に改めて感謝を申し上げたいと思います。誠にありがとうございました。とはいえまだ5類に移行しただけでございます。感染症いつ何が起こるか分かりません。国に先駆けて東京 ICDC という組織を作りました。感染症の専門家の皆さん、そしてまたリスクコミュニケーションの専門家の皆さん、それぞれの超一流の専門家の皆さんに東京 ICDC という組織にお入りをいただき、また国とも連携をしまして、さまざまな形でこのコロナ対策東京都で打ってまいりました。そして今申し上げましたように、一人でも多くの方々の命を守るということ、これに努めてきたところでございます。そして皆さん、東京2020大会結果として無観客ではございましたけれども、しかしながらあのパラリンピックのレガシー、段差をなくすということ、そしてまたプラットフォームへは直接必ずエレベーターで行けること、ホームドアの設置、これらもレガシーとして残し、これからも進めていく。来年には世界陸上大会、そしてまた耳の不自由な方々のスポーツの祭典、デフリンピックをこの東京で行うことになっております。そして多くの皆様方が観客となって、そして世界陸上デフリンピックの会場をみんなでフルにして満席にして応援しようではありませんか。皆さんいかがでしょうか。私は3期目もどうぞ皆様方のご支援を得て、都政をさらにもっと良くしていきたい、そしてこの東京を世界で一番の都市として確立していきたい、このことを目指して皆様方のご支援をいただきたいと思います。お願いを申し上げます。よろしくお願い申し上げます。何をしていくのか。目的は都民の命と暮らしを守り、そして経済を守るだけではありません。攻めで今大きな世界の産業の流れは変わりつつあります。そういう中でもこの足立区におけるます中小企業もしっかりと守り、そしてまた生まれ変わっていく、そんなお手伝いをしていく。経済は守り育てていく。さらにはこの区長もおっしゃいました災害対策であります。今台風も強靭化しております。いつ何時線状降水帯がぐわーっと現れて、いわゆるゲリラ豪雨、これをもたらすか分かりません。そのためにもこの東部の低水地帯にあります足立区、この区長とまた連携をいたしまして、水害にも強い、そして地震にも強い、そういう足立区東京にしてまいりたい。これはまさに都民の命を守るという観点で極めて重要なことだから、私は首都防衛ということを申し上げている。皆さんの命守っていきたい、私小池百合子でございます。よろしくお願いを申し上げます。マンション防災も極めて重要でございます。ご存知ですか、1400万人のこの東京において900万人がマンションやアパートでお暮らしになっている。900万人というこの人の数、これはオーストリア、ヨーロッパの方ですね、オーストリアの人口と一緒なんです。だからこそマンションアパート防災というのは一国の守りと同じこと。そのために一体じゃあ何が必要なのか分析をし、そしてまた現実的リアルに必要なもの、これを東京都として支えていくようにいたしております。具体的にはエレベーターが止まる、電気が止まることによってエレベーターが止まってしまう、中に閉じ込められた時どうするんだ、そしてまた高いところに、まあ、タワーマンションに上がっていくのがなかなか難しいというお年寄りも多くなっています。さらには電気が止まることによって水道が回らなく
なってトイレが使えなくなる現実の話でございます。これらを東京とどまるマンションというこのプロジェクトによって何日間か必ず皆さんの命と健康を守るための方策、エレベーターについてもまたトイレのにつきましても使い捨ての形できっと必ず健康が守られるような対策を都と区が連携してこれからも進めてまいります。私小池百合子、この東京の一番の重要なこと、それは人だとこのようにいつも申し上げている。東京市第7回目の市長を務められましたのが後藤新平さん、有名な方です。この後藤新平のその思想、それをしっかり私は受け継いでこの間やってまいりました。学ぶこと多いこといっぱいあります。後藤新平さんはこう言ってます。この世の中で重要なことは3つあるんだ。1つには人だ、2つ目が人だ、3つ目が人だと言っています。子育て、そしてまた教育、東京都ではチルドレンファーストの都政を進めてまいりました。018サポート、そしてまた高校の授業料の無償化も進めて、実質無償化進めてまいりました。さらには第2子の保育料無償化ということで都議会でも公明党の皆さんからも提案があった。そういう中で今度はさらに進めて第1子から保育料を無償化するように拡大をしてまいりたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。そしてまたチルドレンファーストのこの考え方をより実行に進めていく。そして大きな問題、少子化対策であります。一人一人は結婚だの出産だの自分の希望で叶えていくものであって、別に社会全体として少子化がどうとか考える人はいません。でもね、そういう環境を整えていくことが私は都知事の仕事であり、区長であり、そして行政全般であると考えております。そこで出会いから出産、そして子育て、教育には至るまで皆様方にシームレスに、ああこの子育てのことを東京都はしっかりとずっと守ってくれるんだな、社会で全体で支えてくれるんだな、そのことを感じいただく。そのためにも今回も東京を守る、そのためには人を守る、命を守る、そして命を育んでいくお母さんたちも守る、不妊治療、卵子の凍結、そして今回は無痛分娩についてもサポートしていきたいと考えています。いくら出生率が上がったとしても全体の分母であるお母さんの数が減ってしまっては全体の増加にはつながらないんです。だからこそ皆さん、私小池百合子はこれからもしっかりとシームレス、切れ目のなく子育て教育でお金のかからない東京を進めていきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。どうぞ皆さん、この東京のモデル、これからも経済も牽引役としての東京の活躍が期待されているスタートアップで企業も産み育てていく、そしてこれからも東京が日本を引っ張っていく、そのいい事例をいっぱい積み重ねながら都民のために、都民と共にこの東京大改革 3.0 3回目の挑戦、皆さんで達成させていただくように、お一人お一人のご支援を私小池百合子に賜りますよう心からお願いを申し上げまして、ここ北千住駅、400年宿場ができて400年の伝統と、そして革新、これが両立するこの社会をぜひとも作っていきたい。皆様方のご支持ご支援、一票一票の積み重ね、よろしく申し上げまして、私小池百合子からのお訴えとさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。熱いところこうやって
足を止めていただいてありがとうございました。これからも頑張ってまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは小池百合子候補者本人はこれから皆様のもとにご挨拶に回らせていただきます。